モンペの作り方。1、型紙を印刷する。型紙を印刷し、セロテープでつなぎ合わせる。一番外側の線に沿って切る。2、型紙と生地を重ねる。生地を裏側にし、型紙を重ね、待ち針で固定する。3、裁断する。外側の縫い代線、点線に沿って布を裁ち落とす。4、端処理をする。ギザギザ線がある箇所をギザギザ縫い、またはロックミシンで処理する。処理する部分は部分的に待ち針を外しておく。端処理後。5、アイロンで癖をつける。腰回りと裾の折り線に沿って外表に三つ折りにする。アイロンで癖をつける。アイロン後。6、つまみ縫いをする。つまみ縫いの折り線に沿って中表に折る。その際、定規を入れて布ごとしっかり折る。出来上がり線に沿ってミシンで直線縫いをする。ミシン後。7、脇と足の内側を縫う。前布と後ろ布の脇と足の内側の出来上がり線を中表に合わせる。合わせた後、脇と足の内側を出来上がり線に沿ってミシンで直線縫いする。ゴム紐を通すため、足の内側の三つ折りのうち表に出る縫い代は縫わない。ミシン後。8、背中心を縫う。左右の布の背中心を合わせ、待ち針で固定する。固定後、出来上がり線に沿ってミシンで直線縫いをする。ミシン後。9、前中心を縫う。左右の布の前中心を合わせ、待ち針で固定する。出来上がり線に沿ってミシンで直線縫いをする。ゴム紐を通すため、三つ折りのうち表に出る縫い代は縫わない。
ミシン語。10、型紙を外す。型紙をすべて外す。外した後。11、残りの前中心を縫う。縫い代を左右に開きアイロンをする。改めてアイロンで三つ折りの癖をつける。四角に囲うようにミシンで直線縫いをして補強する。ミシン後。12、腰回りを縫う。腰回りの縫い代を三つ折りにし待ち針で固定する。三つ折りの端をミシンの直線縫いで縫い留める。ミシン後。13、裾の一部を補強する。裾の縫い代を開きアイロンをする。三つ折り部分も改めて癖をつける。四角に囲うようにミシンで直線縫いをして補強する。ミシン後。14、裾を縫う。裾の縫い代を三つ折りにし待ち針で固定する。三つ折りの端をミシンの直線縫いで縫い留める。ミシン後。15、ゴム紐を通す。腰回りと裾用のゴム紐を測って切る。腰回りにゴム紐を紐通しで通す。ゴム紐を結び、両端を三つ折り部分にしまう。紐通し後、裾にも同様にゴム紐を通し、両端をしまう。型紙の購入、ダウンロードは概要欄へ。